頼むから伸びてくれ。若い。おい。持ってない。これはチャンスくれ。おい。うわ、持ってた。おお。すいません、取り乱しました。リアクションゲーな。え、リアクションゲーな。とりあえず2セット。タコ、お、よし、ハンマー役から入れました。頑張れ頑張れ頑張れ、やれる、流れ変わった。すごい、やらなあかんよな。どこやな。来た来た、行きます。神伝統無理やで。あー SSS あー出ませんね。7、あー5分の1。よし、いけるいけるいける。あー似てんねんけどな。でも違うねんな。あー綺麗やねんけどな、違うもんな。あーもうね、鏡ボタンが出ないから。あー7。これはさすがに厳しいよね。あ、最後出た。ダメダメ。うーん、あー、お願い。あー惜しい。もう一回入れよう、もう一回入れよう。もう一回入れようとか人の台にちゃちゃ入れがやばいな。自分で入れたらいいやんっていう。頑張って入れます。ほい、よっしゃー、来たやで。私のリベンジを。あ、息ができひん。酸素どっか行った。小神が出ない。死だ。いや違うんけど、違うって。これや。いけ、いける。もう違う。すいません。難しい。何もなかった。何もない。引いてない引いてない。難しいな。難しいよな。あー悔しい。あちゃー、1個上乗せで終了です。1セット312枚。2セット549枚。ないか。うわー、お、
マリアやったらどうする？今日は行けばいいと思うねんけど、どう思う？私もそう思う。やろう。最高やな。ありがとう。あ、アホやな、じゃあ。うん、行っていいと思う。サンキュー。ということでございます。さすが、分かってる。あ、ラストでした。162万円で終了です。あ、5セット目なんで、ボットの分はラストですね。はい、あ、ラスト。皆さん終わったと思ってた。はい、じゃあ5セット終了の1479万円で終了です。鏡さん、もう一丁。おっ、よかった。あったのかな、とりあえずあったのかな。よし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 、まだ終わってない。隣の人が天井に行ってたんですよ。1480の、またフリートロイ。もうね、自分であっても人であっても、もう天井単発見たくないですもんね。いたたまれない気持ちになる。よし、上乗せチャンス。これでラストです。6セット終了の1726枚。まだ終わりたくない。さあ、今多分2人で投資が3万9000なので、本当にちょうどこの前ゼロぐらいには持ってこれたんですが、ここからまたマイナス、振り出しに戻るっていう感じで乗ってしまったので、もう一発なんかね、引かないと。1分3です。じゃあ9ゲーム。あ、君を待っていた。おっと、またリップ3。頼む、もう一回飛んできて。も邪魔されるやつ。すごい静かに回ってる。この数字を見てたらめっちゃ眠気誘われて気が遠くなってました。危ない。でもこういう時にね、ガツンとはこの扉でも来てくれたらね、目が覚めるんですけどね。来てくれんかな。
どっちみち、まあマイナスを減らすっていうのも一つなんですけど、マイナスを減らすっていうことは視聴者さんにプレゼントする額も減るってことじゃないですか。それはまあ私たちにとってはありがたいんですけど、5000枚出しても6000枚出してもまあ一応罰ゲームには変わりないじゃないですか。でも私の中ではもう視聴者さんにプレゼントするプランというか、こういうプレゼントをしようみたいなプランが今あるから、今日はもうプラスしか目指しちゃダメなわけですよ、私の中では。なのでもう負けるなら豪快にいっちゃってもいいかなと思ってます。準備以上、なんかいいとこにはちょくちょくいるんですけどね、一撃させないんだよ。おはようございます。おはようございます。目覚めました。目覚めました。395ゲーム。助かりました。素晴らしい。頑張ろう。頑張れます。天国で当たってました。よし。またチャンスがあった。やった。最終戦っぽくなってきたかな。違う。まだ足りん。かなり地味な展開、ゴッと引いたけど、まあ、飲まれて地味な展開続きだったんで、まあ、ですけどまだ諦めてない。まだ諦めなくても済みそうですよ。ここから8000枚、嬉しいかな。それは、まあ、できるところまで、伸ばせるところまで最後まで頑張れます。にしてもほんまにハマるなこの台。もう当たろう当たろう。ちょっとまあ先走りすぎたけど、あ、さよなら。即離脱。よかったよかった。いけるいける。492ゲーム、やばないっていうかもうアウトやねんけど、492ゲーム持ちメダルです。伸びて伸びよ。お、来たで。ちょ、ラストチャンス、マジでマジでラストチャンス、ほんまにお願いします。あー、やばい、めまいしてきた。リーチ目やった。
リコ高みが出えへんな。リコか、おい、全然あれやったけどとりあえず一斉と乗ったから、下手くそー。一斉と248枚、2セット458枚、150枚はチリとなって消されました。全然増えてへん、どうしよう。お、え、え、え、あったのね。なんであったのね。なんでレプ取ってたんかな。かもな。やったな、嬉しいやん。そっちの方が終わると思って続いたらめっちゃ嬉しいやん。せやな。オッケーオッケー、また戦えるよ。終了してなかった。もう嬉しすぎて、あの、はい、3セット785枚。ないか。今日はもう最終戦ということで、最後まで打ち切りたいと思います。何が起きるか分からんのが凱旋やから。最後じゃなかったらね、なんか別の台に多分もっと早い段階で移動してると思うんですけど、よし4連、よし頑張れ、いける、この流れでいけ、よっしゃー、いこのか、だから4セット目までいける。あ、ポストです。1167枚で終了です。終わってしまった。84ゲーム。だと思った、だと思いました。決めます。決めます。とりあえずリップさん、こっちを先に決めよう。こっちを。あ、遅いよ。
な3連。当たりました145ゲーム。あれはキナの3連なのか。ラスト、はい、213枚、少ないな。ない、ない。73、一回あの7を揃えたいけども時間がね、ないから。とりあえず流すメダルがあるので、まあ逆万枚はいかなかったかなとは思いますが、エンディングまでどうぞ、最後の結果まで楽しみにしてください。ありがとうございました。笑うがきも虚しくお時間が来てしまいました。あー悔しいな。なので戦の方を終了したいと思います。結果はまたエンディングでお伝えいたします。お疲れ様でし た。実戦が終了いたしました。さよく頑張ってくれたね、マリアさん。いやー、なんか結果的にね、ありがとう、もしかしたら偉大なんかなって思い始めた。こっちあるよな。あるけど、まあ、全然気ハマりもなかったし。そうやな、でも偉大を積もるのが目標じゃなかったから。そうやな。じゃあ結果いきますか。結果いきますね、はい、本日の投資2人合わせて1700枚、回収が2人合わせて1253枚ということで、本日のサマイがマイナス447枚、トータルのサマイがマイナス8797枚と、セカンドシーズンマイナスで終了でございました。マイナスでしたね。最終回、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 まあ、サードシーズンあるという話を聞いてるので、まあセカンドシーズンは感想いかがですか。いかがでした、24回、セカンドシーズンで、まあ、最高1万4000枚までガツンとマイナスの ね、1万4000枚までいったんですけれども、まあ、這い上がった方じゃないですかと。半分になったもん。だいぶ減ったな。だいぶ減った。奇跡が見えかけたけど、まあ結局、まあ、そうそう起きるもんじゃないから奇跡は。まあでも私的にはマイナス約万枚いかなかったから、いいか、いいかな、なんせやないいかななんて思ってますけど、せやな、甘いですね、私は。自分に甘かった結果かなと思います。はい、皆さんはどうでしたでしょうか。ファーストシーズンに比べて、はい、ちょっとあのファーストシーズンの時って私結構さ、うん、ノリに乗ってたというか、ゴッドをゴッドをすごい引いてたんやけど、それに味を占めてセカンドシーズン大怪我をしましてね、痛い目を見ました。人間調子乗ったらあかんなと思いました。まあ、喜んでもらえるプレゼントができたらなと、はい、ね、思います。ちょっとまた後日別撮りになるんかな、はい、多分そんな感じで案内させていただきます。そして、まあ、おそらくサードシーズンという形で続編がまたさせていただけるかもしれませんので、おそらくあるとは思うんですけれども、まあ罰ゲームご褒美がどうなっているかは、はい、臨機を重ねて、怖いけども、はい、まあまあそんな感じです。サードシーズンも楽しみにしていただけたらなと思います。そして、セカンドシーズン総括して、はい、ぜひともグッドをいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、セカンドシーズンも本当にありがとうございました。来シーズンもよろしくお願いします。お願いします。頑張ろうな。頑張りましょう。はい、ま、ありがとうございました。ありがとうございました。いつも100万グッドをご覧くださってる皆様、ありがとうございます。今回は、はい、セカンドシーズンの罰ゲームということで、はい、来ましたね。はい、ご用意させていただきました。はい、ですね、おさらいをしますと、はい、セカンドシーズンのマイナス3枚が
マイナスの8797枚ということで、これを換算すると17万5940円相当のプレゼントを私たちが自腹購入というお話だったんですけども、ね、2人でね梅田歩き回って選んでまいりました。はい、今回選ばせていただいたのはこちら、こちらになります。こちら見えるかな、実はこれ選べるギフトっていう、まあ、あのちょっといいカタログギフトみたいな感じ で、ね、ちゃんとあの中身も私たち確認させていただいて、ただ、はい、この2つは今帯が現状ついてて、この原品を送らせていただくので、ちょっとあんまり触りたくないので、あの中身はこちら、はい、帯ついてないこちらをちょっと見ていただこうかなと。で、まあ、3つランクがございまして、はい、まあ、ちょっと見た目がこちら派手なんでね、分かると思うんですけれども、箱がすごいね。こちらが10万円のものとなっておりまして、こちらが5万と1万の、まあ、コースで分けております。こちらが11448円、はい、こちらが54648円、こちらが108648円ということで、3つ合わせて174744円、送料込みで、はい、まあ、あの私たちの175940円ちょっと出るかなぐらいで満たせるかなっていう金額には、はい、買ってまいりました。でも多分中身がちょっと気になると思うんですけれども、ちょっと一番高い、はい、10万円のコースね、このままあのプレゼントさせていただくんであんまり触りたくはないんですけれども、少しだけ紹介させていただきたいのでちょっとお見せしましょうか、うん、どんな旅行とかやったら見るかね、なんかもうすごくないですか。いや行きたいもん行きたかったよな、やっぱりうちら行きたかったよな、いろいろあるね、ここに載ってる旅行先のラインナップであったり、うん、あの一つ一つがいちいち高級、そう、もういちいち高級です。なんかもう目でも楽しめるっていう感じなんですけども、迷うよねこれは、ここまであったら。でいろんなホテルとか旅館とかもあるし、あとはグルメとかもある、あ、こういう雑貨とかもあります。あと当たった方にね選んで楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、というわけでちょっとまあこちらお見せできないのが残念なんですけども、はい、まあ、内容としては同じような感じで、はい、まあ、体験であったりとか、はい、まあ、グルメであったりとかね、あるので、はい、ぜひとも皆様に、そうですね、3名の方に、ちょっと少ないかなと思うんですけれども、3名様の方にプレゼントさせていただきたいので、はい、どしどし応募の方よろしくお願いいたします。私たちが一応ね、はい、心を込めて考えて買いましたので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録者数も100万人目指して頑張ります。登録してね。